11月13日、湧水町で外国人を対象にした防災講座が開かれました。この催しは、県国際交流協会と湧水町が行ったもので、ミャンマーやネパール、フィリピンからの技能実習生や特定技能外国人など11人が参加しました。会場では段ボールを使った簡易トイレ作りやハザードマップの見方などのワークショップ、町民向けの優しい日本語講座も行われました。台風の経験の、とっても怖かったです、はい、災害の時どんなことを準備しようかなと。たくさんの皆さん来ておりますので、特に災害の時なんかにはですね、声かけをしていただけたりし、そのために日頃からですね、外国の方と顔の見える付き合いをしていただきたいと思っております。